プログラマーが企業で採用される基準ってどの程度なんですか就職に関して相談があります現在通信でプログラミングスクールをやっていますそこで PHP を使ったオリジナルアプリを作成しています完成した後はそれをもって転職をしようかと考えているのですが企業で採用される基準というのはどの程度なのでしょうかできれば自社開発企業に入りたいです読者の方から相談メールをいただきました同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します 企業で採用される基準というのはどの程度なのでしょうか会社によりますが、30代前半くらいまでの人であれば、プログラミング知識ゼロの人でも採用する企業がたくさんあるくらいです。求人の募集要項を見ればおおよその予想がつきます。未経験かおそらく知識ゼロでも OK、未経験か趣味などでのプログラミング経験要め、プログラミングをやることがあれば OK、というような感じです。中途採用の場合はもっと具体的で必要なスキルとして、経験のある言語、DB、フレームワーク、などが挙げられています。 プログラミングスクールで勉強していてオリジナルアプリを作れるほどであれば未経験化の求人には十分すぎると思います。ただ、一般的に自社開発企業よりも SIR、客先企業で開発をする会社の方が入社ハードルは低い、簡単と言われています。なので、自社開発企業を応募してみてなかなか受からないようであれば、ひとまず SIR に就職して数年経験を積んで自社開発企業に転職するというステップがいいんじゃないかと思います。